全国都道府県対抗女子駅伝14日、竹菱スタジアム京都発着イコール9区間42、195キロで、田中望美、ニューバランスとドルーリーシュエリ、津山高が初対決する可能性が浮上し、大会側が異例の注意喚起を行った。9日に会見が行われ、主催者側が予想オーダーを発表。前回大会の3区、 3キロで区間新記録9分02秒をマークして今大会も岡山からエントリーされたドルーリーは肉に入った。そして同区間には兵庫からエントリーされた昨年の世界選手権女子 5000m8 位入賞の田中も入る見通しが示された。女子日本トラック界の最強ランナーと超有望株の初対決が実現すれば大きな注目を集めることになるが、 大会主催者は過熱するフィーバーに備えて早くも警戒を強めている。大会の公式ホームページ上ではトップページで、選手への迷惑撮影は禁止です、と異例の呼びかけ。望遠レンズ等での撮影、不審な行為は発見次第、お声掛け、撮影内容の確認、通報をする場合があります。選手が安心して競技に取り組める環境づくりにご協力をお願いします、と強調した。 カネテ・ドルーリーをめぐっては報道の過熱や一部ファンの撮影行為が問題視されており、今大会の注目度急上昇に備えて対応策を強く示した格好だ。警察による介入の可能性も示唆する断固とした姿勢で、選手が本来のパフォーマンスを発揮できる環境を提供する構えだ。